お金と欲って切り離せないものだから、うん、やっぱそこのバランスを崩してしまうと。人生が壊れちゃう。お金より大事なものを失ってしまうよっていう。なんかそのお金の怖さ。も知った上で。ちゃんといい形でお金に対して。恐怖心を持ってほしいと僕は思ってるんですよね。うん、もう都内に住むのが。辛くなってですね。うん 心はいつでも都内に住んでいたいんですけど経済的にこの年になって年金もなくですね、うん、貯金もなくですね出ててくくばっかり大きくて老後2,000万円問題っていうのはよく言われるんですけども2,000万円を現金で持っていてもだんだんインフレでね物の値段が上がってくるっていうふうな。 話とかもあるんで、うん、2000万円じゃ足りなくなったりとか現金で2000万円を持ってれば大丈夫なのか皆さんこんにちはお悩み相談企画私たちの眠れない夜パーソナリティの肉の工事肉代です 本日のゲストは作家の中村うさぎさんと、そして経済アナリストの森永康平さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの康平さんとは初めてなんですけども、はい、あのお父様とは一回ラジオで、ああそうですか、まあ、ね、あのよ曜日代わりであの康平様出てるあのニッポ放送のあの番組なんですけども、はいはい、でそこでご一緒した時になんか。 意見対立があって<え> <laughs> <私 S 1> そうなんです私 <laughs> お父様はなんか日経平均が3,000円ぐらいになるっていうふうに言ってて私は5年後ぐらいだったら5万ぐらいは言ってんじゃないですかみたいな話をして全然違うっていう話になって対立があったんですけど康平さんもでもお父様と 意見が一緒だったりする感じなんですかねなんかそのいわゆる経済の政策みたいなところは似てるんですけど、うん、ただそれ株とかの見方は真逆であ<ー>僕も多分近いと思うんですよね僕もそんなにゼロ円になるとか三千円になるとかそんなことは思ってないんですけど、うん、もともとの考え方が近いっていうのはどういう 経済政政策策とかはは結構近いいんですよ。政策ってううのはどういう例えばこう金融緩和をした方が今はいいとか、うん、今は増税しない方がいいんじゃないかとか、はい、そういうのは全部一緒なんですけど、うん、自分のお金をどう運用していくかみたいな話をすると僕は株とかそういうのがいいんじゃないのかって話をすると<ー>親父は結構マルクス主義者なので。 もう要はその労働でね,ねお金を稼ぐのが正しくて <laughs>、うん、その投資みたいなこう右から左に流したら金が増えますみたいなのは、うん、もういかがわしい行為だと、うん、だいたいこうマルクスが称賛されるタイミングもあれば、うん やっぱあんなの時代を受けて資本主義だってなる時もあればね、うん、結構こう波があるんですよ<ー>でちょうど今、資本主義って格差広がるしどうなのみたいな問題点にこうスポットライトが当たり始めているのでそれのカウンターパートとしてやっぱマルクスなんじゃないのみたいな感じででもお父さんもなんか実際にこう農業とかもされて,てなんかこて労働に汗をしてっていうところの価値観も持ってるなと思ってて、うん、農業 今、自給自足をやろう、うん、ってことでウサギさんは農業とかそうですか<ぁ> <laughs> <laughs> 私が農業結構ね今機機ももいい機械も出てるみたいなで <laughs> 私がトラクターとか <laughs> 乗ってえそれはちょっと面白いかもしれないですけどちょっとやってみたい気もしますけどでもです私あのもう都内に住むのが辛くなってですねいや精神的にじゃないですよ<え>心はいつでも都内に住んでいたいんですけど、うん、経済的に。 もう私、66でしかも年金払ってなかったんで年金が出ないんですよ、当たり前ですけどねなんか若い時はもう年金はははみたいな感じだったんで全然払ってなかったらまあこの年になって年金もなくですね貯金もなくですねでしかも家も持ってないから賃貸なんですよなもんで出ていく金ばっかり大きくてでこうそろそろ田舎に引っ込んでボロ屋を買ってですね何百万ぐらい出てるような。 中古物件を買ってですね、うん、で周り田んぼとか畑ばっかりのところに越して、うんうん、でちんまり暮らそうかなって <laughs> <laughs> あでも私もちょっとそういうことは考えてますよ、うん、だってあの年を取ったら都会って若い人にはいいところだけども別に若くなかったらそんなに、うん。 いなくてもいいかなって思っちゃうところがあるから、<ー>今打ち合わせとかはほとんどリモートとかじゃないですか。そうそう。だからだし、だからまあその仕事の現場があるときだけ出てくればいいしって思うと全然ありだと思いますよ、ね。でも遊べないじゃん。まだ <laughs> 遊びたいんですか。遊びたいです。お金があれば。あのー 皆様遊ばれるんですか?。私はですね、あんまり遊ばないというか。うん、う最近は空き時間は全部ジムに行って。空き時間はジム。鍛えてるので。ずっとお金も出てかないですし。<ぁ>まあ、そっか、ジムは固定費ですもんね。もう月謝だけですよね。なんか金欲的な。 何かがあったわけじゃないんですけど昔からお酒も飲まないですしあお酒も飲まないんですか、はい、タバコ吸ったりとかもなく、まあ、いわゆる夜の店に行く周りの人とかいるんですよキャバクラ行こうぜとか <laughs> ガールズバイ行こうぜとかああいうのもほとんど行ったことがなくて <laughs>、うん、あそうなんですか付き合いで行ったことはもちろんありますけど、うん、ただなんかこうお金払ってなんで知らない人と。 気遣って話すんだろううっって思っちゃうから <laughs> 逆に行けなくてお父さんすごく趣味がいっぱいあるじゃないですか。あそうだよねなんかあの人いやでもうちのゃ趣味があるというよりは本当にこう収集癖があって、うん、いろんんななものを集めるんですよね、うん、なんかコレクターだって聞いた昔その昔ミニカーを集めすぎちゃって昔今の家ではないんですけど前の住んでた家は。うん ミニカーの重さで地盤沈下しちゃってってそんな重い本じゃないじゃんでも 10, 10万台とかあると <laughs> 10万台 <laughs> ちょっとおかしい 1>, 1台1 0 0ムだとしてもそれかける10万台だったらもう何トンとかってなるわけじゃないですか<ー>家が割れちゃって<ー>壁がこう割れちゃったんですよ、うん、弟とか起こしに行くと弟こう電気消して寝る人だったんで、うん、真っ暗な部屋で寝てるんですけど、うんうん 壁が割れてるから、うん、この光がこう,うさーっと入って,て、うん、なんかちょっとこう天に召されてる感じ <laughs> <laughs>、神々しい感じ、召 <laughs> されてるみたいな。毎朝なんかちょっとイエスキリストみたいなやつがベッド寝てる <laughs> な。なにこの演出 <laughs> <laughs> そ,うそういう迷惑な趣味をやってます、ね、<ー>それではお悩みです。 私も妻も現在65歳先日夫婦揃って会社員生活を終えました老後の生活が不安です老後2000万円問題が世間で話題をさらいましたが貯蓄はそれより少ないです住宅ローンは70歳で完済予定ですがまだ支払いが続くことに加えパラサイトシングルの息子がいます実家を出ていく気配はありません 今から投資に手を出すかとうっすら考えたりもしますがこの年で少ないながらにリスクを背負うのが怖いです。ゆとりある老後とは言いませんが堅実な老後生活を送るにはどうしたらいいのでしょうか。歳男性のの方からのご相談です まあでもよくこういう相談を僕も受けるんですけどもはい、はい、まず一番やっちゃいけないのは投資を最初の解決策に持ってくるのは絶対やめたほうがいいと思うんですが、まあね、投資って別に絶対儲かるものではないのでそれはうまくいけばいいですけど、うん、うまくいくかわからないのでそれを最初の当てにするっていうのは絶対やめたほうがいいんです。 老後とか退職金とかまとまったお金を得た人ってまとめて投資しようとするじゃないですかオールインみたいにそれが一番最悪だとそうですねだからまず投資っていうのを最初に持ってくるのはやっぱだめだとじゃあどうすればいいかっていうと実はシンプルで入ってくる量を増やすか使う量を減らすかの二択なんですねこの方の場合ってもう会社辞めちゃってるから入ってくる量を増やすって考えると その副業みたいなものをコツコツパートみたいのでやって増やすかもう一個はこのパラサイトシングルしてる子供に働けとで家にいたいんだったら振り込めと言ってこの子収入源の一つに増やす収入源の一つにするかっていう,もうこの二択ぐらいしかないと思うんですかね。 働いてないんですかね働いてるんじゃないですかね2パターンありますよねニートって書いてないからニート引きこもりとは書いてないから会社に行ってるけどだけど家賃は入れてない感じですかねそうしたら入れさせるそれやって収入を増やすかまあとは使う量を減らすしかないのでもし例えばこの息子さんがいることによって毎月出ていくお金が増えちゃってるんだったら この子も出追い出すか、うん、逆に使う分ぐらいは入れろっていう,、うん、いうか。ああ<ー>。こういうことぐらいしかないと思うんですよね。あと意外と、この、ね、あの相談文を読むと、夫婦揃って会社員生活を終えたってことは。二人とも厚生年金とかに入ってたっていうと。うん 多分老後2000万円問題よりもなんか月の収入が多いような気がしますけどね。ね年金とかもらえるんですよね、も,う65歳もらえますし、うん、会社員なら、厚生年金も払って、ね、だからダブルで厚生年金が入ってくると、多分この老後2000万円問題ってね、一人専業主婦で、一人働いてるっていうの、多分前提とそう,、ね、そう考えると、はい、多分老後2000万円問題みたいな本来起こりづらい。 方だと思いますけど、うん、ただ貯金がおそらく2000万ほどないという書き方をしているので1000万ぐらいしかないんだと仮定すると <laughs>、はい、まあまり無駄遣いはできないのであ,<ー>あとローンがあるもんねまだ,まだローンがあるんだあと5年ぐらい年間ですからね、うんうん、いやでもまだ元気だったら働けばいいのにっていうのは素直に思いましたけどね、うん、65歳からなかなか働けないですっていやそんなことないですって。 本当私軒並み面接とか来ませんでしたね、うん、だから、ね、多分、うん、売り方を間違えてるんですよねうささんは <laughs> もういくらでも私がうさぎさんだったら稼げますよ、うん、このあれですか65歳でも副業っていうかい<や>まだありまアルバイスできますか なんか結構肉体的に辛いとかじゃなくてあでもまあそれもまあ,あるっていうかまあタイミーっていう,あのなんだこうマッチングアプリみたいなのがあって働く人のねそれだとなんか年齢制限がないから70歳ぐらいの人とかでも登録してるっていう話はよく聞きますよマッチングアプリなんかあるんだ、仕事の,労働の、はい、だから、結構、あとそれだけじゃなくてまあ今、再雇用とかも70歳ぐらいまで行けるっていう会社も増えてきてますし。です,ね、本当ですか あとそれこそシル,シルジンと言われてるシルバー人材センターとかに登録したりすれば、うん、雇用先あるんじゃないかなあると思いますねやっぱ今人手不足なので、うん、別に肉体労働以外にも結構枠は多いと思いますけど。お前ら働けというのも私は思っちゃうし、うん、あとそんなに都会にこだわらないんだったら地方というか、まあ、東京から遠いところの方が。 もっと人手不足だしもっと高齢化が進んでるんで<ー>多分歳だからそ,そこで仕事をいくらでも見つけられるしでちょっと東京から離れたところに行くとあの地産地消っていうかそこの物々交換経済圏みたいなのがあって、うん、お金本当にあんまり使わないで。 ほう使えるっていう生きていけるっていうのがあって、うん、まあ最初のうさぎさんのちょっと東京から離れようかと思ってるっていうふうにおっしゃったのにもちょっとつながるんですけども、うん、意外と低コストで,でなんか割と手伝ったりしながら収入もありつつ暮らしていけるんじゃないかなとこの人でも持ち家があるから東京かどうか知んないけどとにかく持ち家があるからそんな田舎に込むったってまたそれも大変じゃないですかね,、うんえー、ね売っちゃいますかかゃゃ売売っっちちいましょうか売っちゃうんですか <laughs> このお金で田舎行けばお釣り来るかもしれないそうですかそうするとパラサイトシングルの息子も追い払えるっていうかまあ田舎に引っ越すって言ったらパラサイトシングルはちょっとね出てくるでしょうね俺は徳業はいいよとか言ってそうなのこのパラサイトシングル問題だよねわかるわなんでわかるんですかパラサイトシングルの気持ちがわかる私も親に面倒見てほしいもん <laughs> いくつになっても甘えん坊だな <laughs> いや面倒見てくんないんですようちうちもそうですようん <laughs>、うん、じゃあやっぱり息子を追い出す作戦と、うん、再就職作戦と田舎に引っ越す作戦、うんうん、それいいですすよね、うんうん、田舎に引っ越す一気に出出も収入も変わる感じが、うん、いいと思いますよ、うん お部屋さんあの、うんまあ、老後2,000万円問題っていうのはよく言われるんですけども2,000万円を現金で持っていても、うん、もしかするとこの先なんかだんだんインフレでね物の値段が上がってくるっていうふうな話とかもあるんで、うん、この2,000万円じゃ足りなくなったりとか現金で2,000万円を持ってれば大丈夫なのかとかっていう問題があるかと思うんですけども、うんうん、こういったところでは。 この先の先経済状況とかも考えてるんですかそうですねやっぱり、まあ、政府自身がもうデフレを脱却してインフレの経済にしたいって、うん、これはもう前から言ってるわけなんですよね、うん、だからこうど,うどうなろうとインフレの方に政府はしたいって言ってるわけですから、うんうん、その思惑どりになればやっぱ年間 2%, 2ぐらい、うん、物価が上がる世の中に彼らはしたいわけだし、うん、まあそうなるように政策を取ってるわけですよね。 例えば今2,000万円貯金があっても30年後はもう多分2,000万円の価値は当然ないわけで多分1,300万とか多分それぐらいまで価値が下がっちゃう今現時点では銀行預金にほとんど利息がつかないからそうそれだからインフレがするとこの現金の価値っていうのが減少しちゃうということですねとはいえじゃあどうやったらいいですかとよく言うのは他のものに投資をするとリスクは ヘッジできますと言われてるんですがうん、うん、ただ投資をすると今度その値段が下がっちゃうとあ、そうん、むしろもっと下がったじゃねえかみたいなこと起きちゃうんですよねうん、うん、ただ結構僕はもう数年前から言ってるのは、うん、ま全部じゃなくてもいいけど、うん、一部は金を買っとけと金ね <laughs> 金はいいよ金か 金って言うよね。これはインフレだから金がいいっていうのはこれ昔から言うんですけどそういう話を僕はしてるんじゃなくて結構でかい話なんですけど昔ってアメリカが世界の警察アメリカが世界のリーダーだったじゃないですか。でだんだん他の新興国が力をつけてきちゃったのとアメリカが力を落としてるっていうのもあって今世界のバランスが崩れ始めちゃったんですよ。 ロシアがウクライナに侵攻したっていってアメリカはウクライナ側についてるからけしからんロシアは経済制裁だって言って多くの専門家はアメリカがヨーロッパも抱え込んで経済制裁をロシアにかけたからロシアはもう早々にごめんなさいって白旗をあげるって言ってたのに気づけばあの戦争から2年以上ずっと今でもやってるわけですよ。 やっぱ中国だったりとか、うん、他の新興国はむしろロシア側についてたりするわけですよ、うん、で今その新興国の国はそれぞれ何を考えてるかっていうと、うん、うアメリカ一興の時代ととか嫌でしょと、うん、だって気に食わなかったらなんかいちゃもんつけて戦争しに来てめちゃくちゃにして帰ってったりするから、うん、そんなやつには付き合ってられんということで、うん、今新興国はアメリカから離れると。うん なんでアメリカから僕らは離れられなかったかというと結局世界で買い物するときみんなドルでやってる基軸通貨ってねドル,だからでドルをやめようぜと、うんうん、俺たち新興国の新しい通貨やろうぜみたいな話が一応構想で出てるんですよでも僕らからするとその新しくやる通貨よりもやっぱりドルの方がなんとなく安心できるじゃないですかこっちに振り向いてもらうために今新興国何やってるかっていうと、うん、毎月 算出される金の3割ぐらいは新興国の中央銀行買ってるんですなんでかっていうといやドルより信用できないじゃんって言われた時にいや大丈夫ですよと俺たちこんな持ってるかってやりたいから金を買いまくってるんですだからあれか金本位制を復活させたいにはそうすると各国の中央銀行がそういう意味で金を買うってことはこの人たち買ったっきりになって絶対売らないじゃないですか貯めたいわけだから。 そうすると金って毎月産出しても3割は少なくともそいつら買い込んじゃうのでもうこれは一切買い切りで市場に出回らないからどん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 出回る金の量が減っちゃうんですねしかないじゃないですか。で実際この5年間ぐらい見てるとずっと金って上がり続けてるすなのでインフレだから金を買いましょうっていうよりは世界のパワーバランスが崩れてるっていうのを利用して一部金を持ってたりすると。 いいんじい私なんかそこねちょっとだけ懐疑的で、うん、やっぱり金本位制って維持するの大変だしで金本位制を本気で目指していても難しいんじゃないかあとデジタル通貨とかになったら、うん、さらにコントロールが難しくなってくる、うんうん、もう流通量簡単に動かせるわけじゃないですか。うんうん、だからそう考えるといつ この新興国の人たちが金から手を引くかっていうのが、うん、ちょっと怖いんよ、ね。あ<ー>であと今円安なんだけども円高になったら円に直した時の金の価格って下がるかもしれないから、うんうん、だからまあリスクヘッジの一つとしてはいいけども。 全シフトとかはやめてくださいっていう話はしてますね、うん、だからやっぱり一部なんですよ、うん、一部を金で持っておくとかねで全部その現金で持ちましょうっていうのはやっぱあまりにも危ないから一部は金で持っておくで金の予算は別に金は倒産するとかないんで株だとやっぱ倒産しちゃったら紙崩すっていう話なんで、まあ、一部を金にするっていうのは僕は結構ありかなって思ってますね私はこそこの辺なんかいやらしいんですけどもやっぱりもう元いた業界が金融業界だから あの投資信託とかで一部思ったらどうですかっていう感じで、うん、特に何かこうおとちょっとお年を行かれた方に関しては、まあ、GPIF ってあるじゃないですかあの年金を運用する機関があるんですよ、うん、国ので。そこのポートフォリオってあの資産構成と同じような割合で。うん えー、国内の株式25国内債券25外国株式25外国債券25みたいな割合で持っていると、まあ、ある程度こうインフレに備えながら、うん、まあ少しあのもしかしたら増やすチャンスもあるんじゃないかなっていうところでそういうのをこの人たちは考えてもいいのかなっせっかく新任ーサーとかもできたんで、うん、<laughs> ちょっと <laughs> <laughs> 怪しいっていう目でずっとう。 ほとんど話が見えてなくて、今うなずいてるだけなんで。<laughs> だからちょっとずつ、その投資信託みたいなのを。買って、まあ、そのインフレに備えるっていうのは。いいんじゃないかなっていうふうには思ったりもしますけどね。<laughs> うんうん、投資信託はどう思いますか。僕も投資信託がいいんじゃないって、手軽だからね。うん、あねあと最近は、僕はいつも言ってるのは、もうポイントで、ポイントでやってみたらって話をしてて、ポイント。 いきなり投資しましょうとかって言われても怖いじゃないですかやったことないと最近っていろいろサービスが進化してて例えば買い物行くとポイントたまるじゃないですか TT ポイントとか D ポイントとか楽天ポイントとかあれで投資できるんですよ今実はねそうなんですよ多くの人って買い物の時にポイントカードありますかって言われるから出して一応たまってるんだけど使うタイミングないからずっと貯めてて失効するとかってよくあるじゃないですか そ,うそれを投資とりあえずしてみてどうせほっといて執行するんだから、うん、そんなもうなくなったって言いたくないでしょ、うん、っていうことで、うん、まずポイントからら投資やってみたらと、うん、ポイ活ですねポイ活貯めるまではポイ活して <laughs> ポイ活でお試しでやって投資に頼るの何がいいかっていうと会社だとさっきもお話ししたように潰れたりする可能性があるんだけども分散して投資ができるっていうメリットがあるから、うん、例えば65歳以上でも。うん あのまあ、分散して投資すればどっかが破綻しても、まあ、どっか生き残って全財産なくなるようなことはないだろうというところも含めて守、まあ、りながらこう運用するという意味ではいいんじゃないかなと思ったりもしますけどねど小江さんはどうなんすか私は闇金牛島君と大好き。 これやっぱりこう投資とかお金の勉強したいっていうと、うん、ついついこう私はその表に出てる時は、うん、その投資の、はい、昔からある教科書みたいなのを進めるんですけど、うん、まあでもそれはそれで勉強したらいいと思うんですけど、うん、このやっぱ牛島くんの中にいろんなストーリーが出てきて、うん、結局お金に人生を殺されていく人たちがいっぱい各章で出てくるんですよね。うんうんうん やっぱりお金と欲って切り離せないものだから、うん、やっぱそこのバランスを崩してしまうと人生が壊れちゃう。はい、お金より大事なものを失ってしまうよっていう。うん、なんかそのお金の怖さも知った上で、ちゃんといい形でお金に対して。 恐怖心を持っっててほしいと僕は思ってるんですよね知識があればもう大丈夫とかじゃなくてやっぱそのお金と欲ってバランスが崩れると人生おかしくなるよっていうのをすごいリアルに描いてる漫画なのでうまあこういう負の側面もお金ってあるよねってちょっと見てほしいなと思いますね。そこを知った上で,でまあ前向きなことも書いてるんですよね。 まあでも本当にこう実際にあったお金のトラブルみたいなのを結構再現に忠実に再現してあるので読み物としても普通に面白いですし、ね。